皆さん小説好きですか 自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってはりますか若月光です。今日はですね、すっごい面白い小説読んだので紹介したいんですよ。3体。これね、中国の SF 小説なんですよ。で、ヒューゴ賞受賞。ヒューゴ賞っていうのは、ものすごい大きな SF の賞です。翻訳小説が SF の賞を取るのは初めてだそうです。むっちゃ売れてて、中国語版だけで2100万部売れてるそうです。で、しかもですね、バラクオバマさんがね、褒めはったんですよ。ババラク・オバマさん さんってアメリカの大統領じゃないですかとにかくスケールがものすごく大きくて読むのが楽しいこれに比べたら議会との日々と圧力なんかちっぽけなことでくよくよする必要はないと思えてくるのも本書を楽しんだ理由の一つだねと語ったそうですでねこれでアメリカでむっちゃ売れたそうですよでどんな小説なんやと思うじゃないですかでね私ねあのワクワクしながら読んだんですよそしたらねいきなりね文化大革命から始まるんですよえ私 あの、第一の子読んでるわけじゃないのに何やこれと思って、ちょっと混乱しちゃったんですね。1967年の中国から始まって、それがなんか文化大革命っていうのは、その、労働者階級こそが素晴らしくって、支配階級っていうんですか、資産階級っていうのは、あの、悪いんだ、みたいな考え方らしいんですよ。それでね、科学者のお父さんが吊るし上げられて惨殺されるんですよ。それを娘さんの文傑さんがずっと見てはるんですよ。文傑さんは、その後、 レーダー基地に就職します。レーダー基地って何をしているかっていうと、宇宙に向かって電波を発信して更新するっていうふうなことを試みてるところだったんですね。まああの行ってみたらそんなにこう感色っていうか、まあそんなに大事じゃない仕事に就かはったわけなんですよ。ところがですね、文傑さんですね、宇宙に向かって地球を侵略して。 っていう風にメッセージを発しはるんですねそれを受け取ったのが3体世界3体あのなんで3体かっていうと3つの太陽があるところでこの3つの太陽が交互に上がるのでものすごく暑くなったりものすごく寒くなったりする過酷な環境なんですねで地球に人類がいて地球がすごいなんか豊かな星や っていうのが分かったんでその科学力の優秀な三体世界は地球を侵略する準備を始めるんですよそれでどうしたかっていうとまず科学者を殺そう科学力が発展すると困るだから科学者の自殺とかがすごい起こるんですよ一巻目の終わりでは最後罪に問われた文傑さんがレーダー基地の跡地に行くんですねでそしてこの地平線の向こうに夕日がね沈むところを見てこれが人類の落日 つぶやくところでで終わるんですよこの話ねあっちこっち飛ぶっていうかあの文傑さんのお話とそれから現代の科学者の話それから三大世界の話あと。 地球をもう別もさせようと思ってる人たちが作った3体っていうゲームの話。これが交互に進みます。なのでね、初めね、何の話かちょっとよくわからないんですよ。3体っていうゲームの中では真の思考帝が出てきたりとか、ニュートンが出てきたりとか、フォンノイマンが出てきたりとか、フォンノイマンっていうのは、あの、あのコンピューターを作らはった人です。するんですが、えっと、これが交互に進んでいって、で私これね、文献さんの話だと思ったんですよ。それはねこんな体験したら地球を 侵略ししててって言うわと思いましたねで、あの、本当にスケールの大きい話で、これ一巻の段階では、まだね、始まりっていうか、まだ始まりなんですよ。でね、三大世界の宇宙人たちは、すごい偉そうっていうか、お前らは虫けらだ、みたいなメッセージを送ってくるんですよ。あの、ナめとんの、地球人を。で、それでですね、その、現代のその、地球の科学者たちはどうしたかっていうと、イナゴのその、やつを見て、あの、私たちは虫けらかもしれへんけれども、虫けらは全部、 潰すなんてこと絶対できないでしょみたいなこと言うんですよイナゴをどんだけ駆逐しようと思ってもイナゴはなくならないだからやってやるぜみたいな感じになるんですねとにかくもうスケール大きい初めでね私第一の子呼んでるわけじゃないのにと思う人もいると思うんですがこれちゃんと SF ですしかも王道の SF ですめっちゃスケール大きいです単純に面白いですなのでぜひですね皆さんね3対4でそれからドラマの方も見ましょう <laughs> ドラマの <laughs> どっちでもいいけど <laughs>、あのドラマはまだ見てないです。めちゃくちゃ面白い小説を見つけたので、今日は紹介をしました。ほなね、お気に入りまったね。バイバイ。